紀州よさこいにお越しの皆様、こんばんは。大阪羽曳野市よりやってまいりました、四天王寺大学よさこいソーラン部不器用です。今から踊らせていただくのは不器用2019年度演舞めぐりという作品です。この作品のテーマは大阪造幣局桜の通り抜け。明治時代から続く大阪の春の風物詩桜の通り抜けを造幣局員、大阪府民、そして美しい桜とともに表現しています。十代目不器用の見せる大阪の春景色を巡りゆく次第とともにぜひお楽しみください。不器用一同全身全霊で踊らさせていただきます。どうかご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。桜、春風に揺れるとき、なにわの地を再び彩る。なは移り、戦火の時が迫る。終焉の鐘が何話の空に鳴り響き、降り注ぐ火の雨が家窓を打ち止めた。あなたへの定めが我らの未来を奪い去る。迫り来る恐怖、手で未来を切り開け。Yeah!
見ていただいた全ての方に最大限の感謝を込めてありがとうございました。80名すべてが